皆さんこんにちは、指揮者の木村幸太郎です。本日はですね、ここです、南気仙沼小学校の、跡地にやってまいりました。なぜ私がですね今回ここに来たかと言いますと、このここにあった場所はですね、小学校でした。で、震災後ですね、こういうふうに住宅として生まれ変わったんですけれども、遡ること10年前ですね、東日本大震災があって、その翌年に、ここにあった小学校を閉校することになりました。で、そこで閉校するためにですね、ここの学校の校歌を残そうということで演奏してですね、音源を作りました。で、その時はですね、オーケストラの録音と、子どもたちの歌声が入ったものを作る予定だったんですけれども、事情がありですね、その2つがですね合わさった音源というものが送ることができませんでした。それから約10年の時をですねかけて、いつかまたそれを実現したいなと思ってたところですね、オーバーザレインボー基金さんからご連絡をいただき、そういうですね、今回のオーケストラと歌声が入ったですね効果の音源を再現するということでお話をいただきまして、ここに来させていただきました。皆さんこんにちは、指揮者の木村幸太郎です。福岡空港国内線旅客ターミナルにやってまいりました。今からですね飛行機に乗って仙台、そして宮城県は気仙沼市に向かいたいなと、思っております。はい、いよいよ飛行機に搭乗しました。これからですね約1時間ぐらいのフライトで名古屋センタリアに向かいたいと思います。空港に到着しまして、次はですね約1時間後のフライトになりますけれども、ここの空港ではですね、ナポリに行ってんだと思ったらですね、なんかよく行くモスクワのシベルチコ空港というのがあるんですけれども、そこにですね作りも雰囲気もすごく似てるなと、思いました。今からの飛行機はですね多分バスに乗って乗るんじゃないかなと思っております。現在ですね仙台空港に向けて高度を下げていますけれども、陸地の見える先に空港があるんですけれども、ご覧ください、堤防が、あるわけではないので、これね、3.11 の時に津波が起こってですね、ここから波が襲って、仙台空港もですね、水没したということになったんですけれどもね。ですね、まもなく着陸しますけれども、結構ね、揺れてます。ね、なかなかタイヤがね、ぶら下がって、滑走路に向かっていく。ね、この絵もシュールだと思いますけれども、おお、揺れる。さあ、入れます。おっと、さあ、着きますよ、着きますよ。見えますか？さあ、どういう風に着陸するんでしょう。それではですね、仙台空港に着きました。あちらの飛行機に乗ってまいりました。それではここで1曲、空港と飛行機と私。さあ、気仙沼はご覧の通り大雪でございます。仙台空港にね降りてからいろいろレポートしようと思ったんですけど、もうねこの大雪で運転するのが大変で、それどころではなくてワープしたような感じで気仙沼に到着しましたけど、もう今日ね僕が一番楽しみにしてた、見てください、気仙沼ホルモンの店クリコさんにやってまいりました。ここはね本当に知る人ぞ知る気仙沼ホルモンの名店でございます。さあですね、今宵はどういうホルモンに出会えるのでしょう。それではですね、皆さんに僕のおじさんを紹介したいなと思うんですけど、僕のおじさんです。よろしく。もうおじさんですね、もう本当に今88歳、現役バリバリのビジネスマンですよ。はい、それではですね、仙台を吹っ飛ばして気仙沼に着いたんですけれども、もうですね事故の渋滞やらですね、もう雪がすごくてちょっとレポートどころではなくてですね、ちょっと中が活躍されてすみませんけれども、気仙沼といえばですね、この気仙沼ホルモンですね、これが名物になります。こちら見てください、このねキャベツをつけて食べますと、はい、それではですね皆さんご覧ください、これがね気仙沼ホルモンになります。気仙沼ホルモンっていうのはもう今日僕がね一番食べたかったんですけど、これはね豚のホルモンになります。で、気仙沼ね、すごく九州ではね、考えられないんですけど、これ焼肉のタレみたいなのに、こういうふうにね、
キャベツをかけるんですよ。でね、キャベツのことをね、こちらで、ね、草というそうなんですけどでね、それをね、こうやってこうしてこうして食べるんですよ。そう、それが最高。うん、なんかね、なんかホルモンのルネストンスよっていうぐらい味が説明できないのが悔しいですね。なのでやっぱりご当地のグルメっていうのは皆さん来て食べていただきたいなと思っております。これもね、コロナが明けた後の楽しみだと思いますんで、よろしく。ではですね、続いて、このですね、南気仙沼小学校の校歌のですね、歌碑がありますので、ちょっとご案内したいと思います。どうぞこちらです。ですね、見てください。まあ、開校20周年ですね、もう記念碑があったりしますけれど、ね、こちらに来ていただくと、ね、きっとこう南気仙沼小学校の門のですね、まあ、跡があると思います。そしてこちらです。これがですね、校歌の歌碑になります。一番の歌詞ですね、こう東雲染める紅にってですね、こう一番の歌詞がここに彫られているわけですね。ではですね、ちょっとこちらの方に歩いていきたいんですけどね、見てくださいね。この住宅の名前ね、南郷住宅と言います。ちょっとこちらにですね、歩いていきたいんですけど、まあ、この建物がですね、建ってたあたりに小学、私の記憶でしたらここら辺、ここに小学校があって、まあ、あの真ん中がですね、校庭のような私は記憶があります。まあ、そしてですね、ちょっとこちらね、階段上がっていきたいと思いますけれど、こちらですね、川があります。もう少しね、こちらの方に進んでいきたいと思います。はい、ではですね、見てください。これがですね、校歌の歌詞にも出てくる大川という川になります。3月11日ですね、2011年の東日本大震災が、起きた時に、まあ、この南気仙沼小学校の子どもたちはちょうどあの建物のですね、屋上あたりで、一日ですね、一晩を過ごしたらしいです。でそしてこう、ね、地震が起こった後に、津波が来たわけですけれども、まあ、このですね、川の先が気仙沼の湾になるんですけども、まあ、だからこう波がこうそのままこういうふうに押し寄せてきたわけですね。ここをこういうふうに波が、津波が来て、そして子どもたちはその様子をずっと、まあ、見ていたというのが、まあ、3.11 の日の出来事ということを前校長のですね、中井先生に伺っております。今日はですね、その現場をですね、皆さんにも見ていただきたく、ちょっとご紹介したさせてね、いただきました。それではですね、今回の最後にですね、南気仙沼小学校の校歌をですね、歌碑の前で演奏したいなと思うんですが、ご覧のように雪ですので、Oh,
はい、それではですね、三陸復興国立公園というところに、やってまいりましたですね。こちらね、見ていただきたいんですけれども岩井崎というですね、ところなんですけれども、まあですね、今からですね、この竜の松というのを見に行きたいんですけれども、これは岩井崎の先端部分に立つ竜の形をした松は、東日本大震災の津波によって幹や枝などが被害を受けたものの、一部が奇跡的に残ったことで姿を現したというですね、竜の形をした松になります。こちらをですね、見に行きたいなと思います。はい、それではですね、こちらです。竜の松です、ね、皆さん見てください。海がね、広がるんですけれども、ね、こう津波が来て松が残った。そしてあちらはですね、こう新しく堤防ができているわけです。それでは聞いてください。花は咲く。2021年はですね、2011年に起きました東日本大震災から10年という、月日が経ちます、私もですね、何回か、気仙沼にですね、震災後も訪れさせていただきました、このですね、周りを見ていただきたいんですけれども、こうですね、特にこういう、まあ、今ですね、ここはちょっとゴルフ場みたいなことになっておりまして、あちらね、少し見えますかね、あそこ工事をしてるんですけれども、まあ、ここがどういう場所だったかというとですね、まあ、津波が来てですね、こう、まあ、何もなくなってしまった場所です。で、まあ、10年の時が経ってですね、こういう少しずつですけれども復興がですね、進んでいるように感じます。そして見てください、ここですね、気仙沼市東日本大震災遺構伝承館というものもできたりしてですね、10年前から遡るとやっぱり時が流れたなという感じになります。今回はですね、南気仙沼小学校の校歌の保存の活動のためにですね、今回気仙沼に来させていただきました。まあ、福岡からもですね、そう近くはない距離の場所で、次はですね、いつ来れるか分かりませんけれども、また必ず気仙沼にですね、帰ってきたいなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。